ゆっくりと歩を進めて収まりましたスタートしました4番ロードリレーションがポンといいスタートを切っています4番ロードリレーションがそのまま逃げていきましたリードを2ングぐらいに広げていきます2番手広がって6番ニック・オブ・タイム2番手集団の一角内2番クリーンエアー8番の朝霧そして11番レッド・レナート10番ブリックバーンと先団2番手集団が固まって前を追っていきます 中段インコースになりました3番のアイロプラニーの少しポジションを上げていきます外回りの3コーナーを目指していきます今後ろから4投目になった10番ブリックバーン1馬身半空いて7番ローザサンリバルは後ろから3投目で3コーナーカーブ先頭までは10馬身ぐらいありますこの外に合わせていった5番のナファロは後方に3投目上がっていきました4馬身ぐらい空いて一番後ろ9番アーススピリットです4コーナーへと向かっていきます 4番ロードリレーション先頭ですが徐々に前は広がってきました11番レッドレナート8番の朝霧接近4コーナーから外回りのストレートに出てきます4番手内を狙って2番クリーンエア残り600を切って馬群の中に6番ニックオブタイムです外に持ち出していった5番のナファロア7番ローザサンリバル馬群の1番外に持っていって内回りとの合流点を過ぎましたわずかにレッドレナートを先頭ですがこれをかわしにいった5番のナファロア2頭が並んでくる この後ろ3番手に上がってきた7番のローザ・サンディバルそのうちには6番ニック・オブ・タイム伸び足どうか200を切りました先頭わずかに抜け出す5番のナファロア1馬身のリードを取った2番手食い下がるレッド・レナート外から2番のクリーンエアが一気に追い込んでクリーンエアまとめて捉えたゴールイン5番ナファロア2着3着争いに緑の帽子が2つ6番ニック・オブ・タイム7番ローザ・サンディバル